私、前にあなたに言いました。あなたが好きです。だから、あなたの不幸も幸福も分けてほしい。それは、私にとって迷惑でも何でもありません。あなたはゴミクズなんかじゃない。誰かが、まるでプログラムのようだとも言いましたが違います。ナナシさんは、不器用で、少しバカで、空回りしやすくて、ちょっとだけ臆病で、優しい。ダメ。ダメだよ、これ。俺、知らないもん。俺さ、こういう時って、どうすればいいかわからないよ。これ。それが心です。あなた自身のものです。あなたはナナシなんかじゃない。七瀬ヨシさんです。私が大好きな、七瀬、ヨシさんです。あなたは、もっと、もっともっとあなたを出していいんです。笑っても、いいの？はい。怒っても、いいの？はい。じゃあ、泣いても、いいかな？俺のことなんか考えないでよ。気にしないで。構わないで。見ないで。認識しないで。俺にとってそれが一番幸せなんだよ。私はあなたのことを考えたいんです。考えてしまうんです。気にしてしまうし、構ってしまう。勝手に意識してしまう。でも私にとってはそれが幸せなんですよ。なんか、変だね。ええ、そうですね。私も変なんです。だから、おかしいのは私も一緒です。
俺は何もしない。驚いたな。僕が一番予測していなかった返答だ。うん。でもその意思の統一っていうのはやめてもらいたいな。それはどうして？人はみんな違う心を持っているから争い、すれ違うし、傷つける。個々の心なんて、とてもちっぽけだと思う。でも俺は、ミサネちゃんと一緒に、この街の人と触れ合って、少しだけ分かったんだ。みんな違うから、こんなにも世界は面白いんだって。未来の俺が言った通り、完璧な人間なんかいないんだ。人は、誰でもどこか必ず欠けてしまっている。その欠けた部分も人それぞれだと思う。だからこそ他の人とその欠けた部分を補い合える。一人では小さくても、多くの人ならとても大きなものになる。ちっぽけが集まって築き上げるものがこんなにもすごいんだって。それは時には間違ったものを築き上げてしまうかもしれない。でも部屋にこもったままだったら知らなかった世界だったよ。過去の僕がそこまで心変わりした理由って何かな？それは多分俺に足りなかったものを少しだけ理解することができたからだと思う。そうか、わからないけど。わかったよ。そのボタンは？管理プログラム、ハッキング用のデータ、およびプログラムの処理、それを今すべて削除している。じゃあ、過去の僕がそう決めたのなら、それが僕の未来だ。いいんですか？僕だって名無しだ。詳しく聞かなくたって一瞬ですべてを知ることができる。僕は、僕自身のことは一番理解できないけれど、過去とはいえ、変わった僕を確かめた。その上で、今の判断を下したんだ。そうだな。完全に削除されるまでにも、少し時間がかかるからね。せっかくだし、景色でも見ていく。8年でも、未来とは結構変わるものですね。そりゃね、人の向上心っていうのは、すごいものだね。俺は話についていけないけど、気になるな。時間なんてあっという間だよ。そんなに生き急ぐ必要だってない。そうだな。ここからは、よく世界が見える。僕は、僕以外の世界に存在するものすべてのものが好きだけど、今の七瀬よしなら、どう思ってるのかな？俺？俺も、世界に存在するすべてのものが好きだよ。この街も、街の人も、友達も、ミサネちゃんも。それにね、俺は俺自身のこともちょっとだけ好きだよ。
傷つけたくないのは自分が傷つきたくないだけでもそんな殻にこもってた僕君が手を差し出してくれたから僕は変われたんだどんな時も笑う君の声が聞こえる失敗しても大丈夫だってだから僕は恐れない未知の場所にも組み込めるなんて触れ合うたび知るたびにひっそ君の好きな世界の僕も好きになれるんだ絶対忘れないだろう君と僕とみんなっていて知るたびに前より好きになってくそして僕は僕のことも少し好きになれた気がしたんだHahaha